はい、えー、t さんあ、いつもメッセージありがとうございます。今回もですね、私がね、もう自分のドジから怪我をしてしまい、ご心配、ご不安をおかけしました。まあ、すっかりね、元気になりました。で、もともと元気だったんですけども、やっぱりね、肩が、あの、まあ、骨の異常ではないんですよ。脱臼ですから。 ししました。脱臼ですから骨がねグイッと出てしまったんですよねでもそれをこういうふうに抑えているとなんかね <laughs> レントゲン機能を見たんですけども元通りになっていました普通はありえないことだと思いますでの筋トレもしていたおかげで超回復って言って筋が戻るスピードもまあ普通の人よりもね10倍ぐらい速いみたいなんですよねそんなことってあるんですね <laughs> 私はもともと基礎代謝もね3 0 0 0キロカロリーに匹敵するぐらい2 9 9 8カロリーぐらいあるんですよということはもうアスリート並みのこの熱量なんですよねだから物を 食べてもすぐに消化してしまったりとかねお酒を飲んでも3時間後にはケロっとしてたりするんですよまあお酒は飲まないんですけどもね、うん、そういう形で普段自分の体のボルテージを高めていることが今回すごくね回復にも生きていたんだなと思いますよね、うん、だからダイエットっていうのは、うん、なんかすごくね こういう怪我にもいいんだなということを感じました。筋肉っていうのは、まさにね、肉体を裏切れないなと。まあでも過信はせずにね、これからもちょっとしばらくは、人並みに安静にしていきながら、それから様子を見ながらね、体のコンディションを整えていこうかと思います。えー、しばらく当面はですね、民謡の舞台お休みということで、え <laughs> 出場できなくなりまして、今日もお稽古に行けないわけなんですよね。明日もお稽古があるんですけども、19日の舞台はこういうことで、袖にするという形でございます。やっぱりね、この経験が、あー 私にも生きてくると思いますしその私抜きでやるね チームメンバー、舞台にも生きるのかなというところでございます。いろいろと申し上げましたけども、まあ、これからもね、よろしくお願いします。それからね、千葉の災害なんですけども、早速、情報がたくさん寄せられております。えー、T さんからもね、えー、ちょっとこう、いただきまして、ありがとうございます。何もできないなって方は、少額でもいいんで、募金をするってこともあると思います。募金に関しましては、日本赤十字、私もここがいいと思います。日本赤十字社は、確かにね、えー、経費を募金の中から賄っている部分あります。それは確かにそうなんですけども、それでいいじゃないですか。 そういうのも込みでボランティアですからね、ボランティア活動をする人の経費も払うことも込みで、私はボランティアだと思いますので、これがどうも不服だったらね、被災者の方の銀行口座調べて直接入金するしかないということになります。まあ一部ね、ブロックチェーンによってそれを可能にしようという動きもあったんですけども、いまいちブロックチェーンもその機能をまだ生かせてない状況,状況でございますので、今のところは、最良の手段として日本赤十字にまあ1000円でも2000円でもね、募金することが望まれるのかなと思いますけども、いかがでしょうかね。はい、えではメッセージ本当に 今日もありがとうございましたこれからもよろしくお願いします元気です